た人はあなた。広い宇宙の数ある一つ、広い地球の地球。ノンノンノンノヨンとイエスイエスイエスノンノンノンハワママです。本物読んでないブリッコ先生。お空の上のブリッコ先生。お空の上からこんにちは。あ、大丈夫か。あ、また広げない。いやちょっとテイクツイクビュー。テイクビュー。お空の上からこんにちは、ハワママです。よかった、降ってきた降ってきた。だからだなんか痛いよ。怖いですね。ということで今回はこんにちはこんにちは。はい、前回ほのものさんプレゼントもあったんですけれども、今回はぶりっこほのものさんに、はい、ありがとうございます。呼んでくれたんですね。はい、顔がすごいですね。私ほんとぶりっこほのものさんのすごい大ファン。大日ほのものさんのすごい大ファンなので。ありがとう。はい、本当に大ファンなんで好きなもの分かってるんですよ。あ、本当超愛よ、超愛よ。これもう一発ドッキリでリアクション見ますんで。え、何それ、リアクション対決みたいな感じ？そんな感じ。誰と対決してんの？え、自分と。あ、そうなの。そうそう、お座りください。あ、すごい、もうそこの移動ですら3時間ぐらいかかりそうな歩き方ですね。あ、もうちょい、ちょっともうちょいゆっくり。いや、もういい、待って。これほのもの本当に中身知らないんですよ。そうそう、普通に言わないと知ってるふうの人だ。これほのもの本当に中身知らなくて、なんかうちが他のお店行ってる時にノイのプラザみたいとか言い出したから、うん、あ、じゃあ行ってきなっつって、うん、買ってたらなんかこれが持ってて、これが持ってて、これがあって、何買ったのって聞いたらチョコレートだよって言ってたから、うーんって感じでしたね。じゃあまずは半飲みます。スイッチはどっちかな。こっちがブリッコ先生、こっちが普通のノブ。じゃあブリッコ先生で。はい、よろしくお願いします。ゲーム感覚やるんだね。はい、こう見るだけ、中は出さないの。んー、どうしたかな。うちなんかね、そのプラザ見た時になんか欲しいなって言ってた豚の限定のやつがあるんだけど、なんかそれの触り心地がした。こんなにテンション上がって中入ってなかったらピエンだよね。ピエンピエン、なんかちょっとフワちゃんっぽい。渋谷のみんな、おはみよう。パフパフフワちゃんパフパフ言わないよ。じゃあどうぞ開けてください。最近指バッチリしてそうですね。キュウだったんですか。開けます。はい怖い、やめて、ちょっとテンション上がりすぎて目いっちゃってる。3、2、1。あ、やばい、すごい、めっちゃ買いました。ねえ待って、これ上手に自分だって僕に感じる。ということでめちゃめちゃナイスなリアクションしていただきました。じゃあこれから紹介してくださいこれですね、なんとここのブランドの筆箱なんですけども、これの普通のピンク色持ってて、こっちは紫なんですけども、プラザ限定色なんですよ。そしてですね、お尻見てください。ここ心臓入ってんじゃん。心臓から溢れ出してこう、違う、はい、胃袋が出てきちゃうんですよね。え、チョキ。それは中学の入学祝い。中学では、ね、多分この派手なの使わないです。え、みんなこれだったよ。そうなの、うん、使うね。じゃあありがとう短足みたい、かわいい。はい、ということで次いきます。これもそのままさ、ポップティーン見てて、え、これかわいいって言ってプラザに売ってたよって言ったのに一つも買ってなかったので買っちゃいました。見せてあげてください。ブリッコほのぼのしっかりして。こちらはですね、はい、謎めきメイロルルルルでございます。チョコレートになってまして、はい、こうやって遊んでこのハートのズッキューの中に入れれるかなっていう遊びなんですけども、ちょっと入れますね。普通になんてゲームで遊んでるじゃん入りましたほのぼのモーリーファンタジー行ったら絶対こういう画面のゲームをね、撮影終わりにやるわけよ。それっぽい。入った。でですね、これ開けると、はい、ハッピーバースデーバレンタインね。ハッピーバレンタインズデイ。お、発音よく言うね。うん。ハッピーバレンタインズデイ。
のピエンピエン、あのそのままもう裁縫してもらっちゃったから。裁縫ですか、あの私がカテカで今やってるやつ。え、これ食べていいの今？後で食べて、2人食べるもんも決まってるから。ほーに、続いてこちらでね、トッポちゃん。これね、私辛いの超苦手なのなんだけど、このねチョコレートのトッポギが出たっていうのを知って、ビルバンで期間限定です。しかもラブ、え、うちビルバン行きたい。本当はですね、ノエの手作り料理をねご馳走しようかなと思ったんだけれども、そんな時間ないし、そんな面倒くさいことはしたくないということで、こちらの、ね、誰に向かって言った？違う、あの別に違う違う、これ見てください、電子レンジで作れるということだったんで、はい、え、簡単でいいだと思って。これ本当に好きなの、このよっぽぎ。もう食べる？作ってきて、 YouTube 前方使えるから、いくよ、みやせーの、おー、じゃあお願い、あ、いってらっしゃい。はい、次こちらでね、オレオの、これめっちゃ好きなんですよ、オレオね、これ食べたいじゃん。それも後で食べようかなと思って、これすごくない？普通のオレオにチョコレートがめっちゃかかってるって言ってる、ホワイトチョコもあったんだけれども、普通のチョコにしてみました。なんかさ、表のさ、この写真と裏の写真全然違う。これはさ、こうちゃんと包まれてる感じなんだけど、これ裏かじってんだよ。あー、そういうこと？かじってんだよ、かじってんだ、いやでは続いてこちらですね、テレビで話題、これ知ってる、ほのぼの見て、中に2個しか入ってないやつ。そう、中に2個しか入ってないやつ。あ、まだ開けないね、これもストーリー用に撮りたいから、まずストーリー紙だから。フェレロロシェがこれ2粒入ってる。そう、めっちゃ高いです。上品だ。でもね、これすごいのがヘーゼルーツ、ね、チョコレート、でっかいチョコレートの中に割ったら中に2粒入ってるっていう、すごい可愛い商品になってます。かわみ、これカロリーで見たことあるやつ。めとめがうしゅん。このものはおのののをのえのにプレゼントしたんですけども、バカ一度って帰ってきましたね。帰ってきた、あげてよかった。さよなら。ということで試食タイムに移ります。カメラチェンジ、カメラチェンジできました。これ多分冷めたら美味しくなくなっちゃいそうなんで、なんかね、すごい真っ黒。ストーリーも撮りながらいきます。はい、じゃあ行くよ。バレンタイントッポギ、トッポギってな、ね、辛くないトッポギ初めて。じゃあ YouTube 用にプルプルさせていきましょう。見た目はね、ちょっと可愛くないんだよね。見た目が可愛くないのがちょっと残念なんだけど。でも美味しい。このような他の分食べたことあるんですけど、ちょっと高め、硬い、韓国だったね。アニャーシヨー、オルヌン、トッポギエムンダー、エムンダー無理だ、違うし。おー、マシッソ食べたいんだよ。初めてちゃんとマシッソ言ったね。マシッソよ、オルバイよ。知らない、多分4000本ぐらい、200円。ちなみに1万本という答えいきますか。これ開ける前にインスタントラジオ行きましょう。インスタント、私も、はい、OK です。砕くところはストーリーいくんで。どうする？これ一回取る？ああ、やっぱそうだよね。こんな感じでこっから破いてきます。当たり前ですけど、割れないようにこうちゃんとされてます。ワンちゃんの子供が、あ、なにこれってぐじゅっとやったら危ないもんね。ダイソースクイーザーでペコンペコンなってんの。すごい、これここ取った方がいい。いくよ。あー、おにぎりみたいな。え、それよりもうち奈良の大仏の頭から。じゃあちょっとカメラチェンジ、それでは行きます。バレンタインが近いってことで、プラザででっかいチョコ買いました。すごいの、行くよ。パカーン、奈良の大仏、こんにちは。大仏さんでございます。めっちゃチョコなんだけど、これやばくない？これは2人かじるのが正解。せーの、え、歯おかしくない？すごくない？全然噛めなかったんだけど、え、すごくない？さすがだわ、やば、すごいすごい、すっごい、あんたここら辺食べてほしい。おいしい、このチョコやば、すごいすごい、怖っ、うわ、すごい、うん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 、ご飯食うか、うん、うん、なんかめっちゃ分厚いし、これおいしいな、動画見てね。うん、おいしい。ということで、このチョコめっちゃおいしい。ほのぼの、ほんと歯がやばい、あんた。私だってさ、かじっても全然かじれなかったもん。あんた、そういう選手権入れた方がいいと思う。なんか、石ころ食べる選手権とか、食べた方がいいと思う。めっちゃ美味しい、これ、しかも。めっちゃ分厚い。うんふん。こっちよりもこっちの方が好き。そりゃそうでしょ。めっちゃ先生。こんにちは。今日は、これを食べていきたいと思います。いただきます。待って、これ写真撮りたい。出ろ。あの、ぶりっこ先生が食べるから。それでは、
食べていきたいと思います。人のプレゼントをがっつり食べられました。ちょっとノエの角を開いて。いや、上目使い大事だもんね。上目使いは中に出ました。脇締め乾杯。グラスはいつも内回り。あ、すごい嬉しい。すんごいよ、この顔。どうしたそんな顔できるの。どうしたどうした。これでも食べていきたいと思います。めっちゃ美味しい。これも本当美味しい。ありゃー、じゃあうまいよー。マシそうよ、言ってよ。多分ね、カップル用なんだよ。これ2個入ってるでしょ。で、大体こういうのはお二人で一緒にファローとか言って、で最終的にこう、あとちょっとだね、キュッ。おー、大きいゲームか。中から出てきた、これおそうだねみたいなやんでしょ。おそろではないよね。そしたら食べ物にオソロとかないから。うちが辛いトッポギ一つくださいって、向こうの人が辛いトッポギくださいって、あ、オソロじゃんってならないでしょ。なるよね。なるの。ということで喉が渇きましたね。うん、ほんとチョコレート飲むとさ、デブカツする人が言うやつや。チョコレート飲み物、カレー飲み物、ご飯飲み物。ご飯は飲み物じゃない。ご飯は食べ物。食べ物？カレーは飲み物。すごい大変共感できるなと思って。そんな？なあ。なあ。ということで2本にわたってですけど、バレンタイン動画でした。プレゼント交換的な動画になりました。うんうんうん、確かに。ほのぼのはね、本当に欲しかった。あれをゲットできた。あれは入学以外だもんだって。入学？うん、入学以外は以外だわ。以外って何だ以外って。入学、はい、どうもありがとうございました。ユーチューブ増えてなかったんですけど、ボリコレでなんか目濃いめじゃないと思った日とグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ノエの番組で上がってます。で、リンク当たりましたらぜひご覧ください。全力のグリコね。あと、あの今日撮ったストーリーとかは YouTube のストーリーで上がってますので、ぜひご覧ください。こちらのメイクはほのぼのちゃんがのんのちゃんにプレゼントしたバレンタインコフレです。なんでちょっと私はちょっとなんでこの顔になってるかわからないんですけど急にお空の上から降りてきたらこの顔になってました。ブリッコの人あるある。今日はすっごい揺れる人多いから、今日はなんかすごいいっぱい食べたんですけども、なんかまあだだてれてれてれだ。いつもは顔だって思ってるんですけども、めっちゃ痛いポニーテール。何やこれ。ポニーテール、ツインテール、私はおこテール、アップーンっていうことでですね。ブリコ先生ってことで、あなたはあれで終わりましょう。空の上に帰り、なんか耳操作する。お、空の上に帰ってください。このどうした、いきなり卒業式の影響でこうなっちゃってるんです。ごめんなさい。今わかめとポッキーポッキー、これ一本動画にしようと思ってるんですけども、私いいと歌おう。待ってください。ほのぼのも去年のやってるみたいに卒業でね、一本動画撮ろうと思うんですけども、撮るの知らなかった。ほのぼのじゃないか、あんちゃんじゃないんだけど、うん、その前に動画一本使ってどの曲がいいかリクエスト取ろうと思ってるんですけど、今日もここでも撮りたいと思います。何がいいですかね。できればあの旅立ちの日には去年ノエノが歌ったんで、それ以外が嬉しいです。白い光ので、ほのぼのさんはなんか卒業式で糸を歌うみたいなんで、だーの糸はあなた、めっちゃ伝えてくれちゃう。よーこの糸は私、折りなす布はいつか誰かを。皆さんどんな曲歌ってほしいか書いてほしいんですけど、まあ卒業と言ったら3月9日とか流れる季節全部歌ってくじゃん。あと他は小さな声の歌とか、広い宇宙の数ある一つ、広い気球の気球歌えない歌も覚えて歌わせる可能性もありますので、全然 J-POP とかも大丈夫です。例えば、まあ、プレゼンダーとか卒業関係ないプレゼントとかは、一人ぼっち、一人ぼっちになれたくない、ここにいてよ。さすがセカオワだからちゃんと歌えるめっちゃ歌える。返せるように強く、てて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 
髪をやっぱ一本にした方がいいみたいですね。でも今日のこのコメント欄にも書いてってください。それではまた次回のナオンの番組でお会いしましょう。ナオンナオンマンブルキャラがちょっと変わってるナオンマンマンブルノエモンのモノマネってする人少なくない？ももかちゃんがやってたんですけども、うんうん、食べ物食べた時のノエモン、まあ、今日もあったんですけどもやめてよ。いや、わかるでしょ、これ絶対みんななるってこう手を振るのねえ、そんな表紙なくない？そんなじゃない。この人にそのモノマネされたあんまり嬉しい気持ちにならないんですけど。あ、じゃあガチのモノマネしてあげる。イエスイエス。あ、そうな、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 なんでやりたいね。はいよ。はい。ぶりっ子先生の変顔教室。ねえ、始めろ、帰ってよ。待て、早く帰る、早く帰る、帰る。待て待て待て。ノエドン番組で好評だったんですけど、アッコさんのモノマネ上手ですよね。あの頃はあれ、アッコさんすごい似てる。はい、帰ってお風呂。何それ、お世話の上変態じゃん、それ帰ります。